ここは100均。確かこの並びだと思ったけどね。いつも洋風、洋風スーパー。誰かに聞こうかな。もう駅来ちゃうのね。はい、あ、すいません、はい、業務用スーパーってどこにありますか。あ、業務用スーパー、あ、業務用スーパー、この通りだったと思うんだけど。あ、そうそう、この通りをまっすぐ行ってくれ。今ずっと来たんだけど、本町の交差点なんじゃん。あれより向こうか。多分向こうかもしれない。あ、分かった、どうもありがとう、ありがとう。すいません、待ち合わせ。いいよいいよ、いいよいいよ、ありがとう。これが三島のお姉ちゃんだよ、あんた。俺がさ、誰かに聞こうかなったら通り過ぎてさ、くるっと振り返ってススッと来て、何って。こういうことがね、シュッとできるのが三島の人。横浜でこれ絶対ないよ。絶対とは言わないけどね、万に一つぐらいだよ。うん、本町の交差点を俺今右折してきたんだけど、で、あれもうちょっと行くと駅なんだよ、民間は。で、この道をどん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 行って、ずっと行って左を折れると3トン柿田のアリス。うん、ここね、あの金物屋さん、金物屋さん。本当に今のお嬢さんもね、多分学生服着てたから、でも手ぶらだったから、いっぺんお家帰ってお母さんに頼まれてね、ひろこさん、ちょっとね、ネギとね、ナッパを買ってきて。ネギとナッパ一緒じゃん。こんな感じ、お財布もだけ持ってね。うん、ほんとね、三島は美しいよ。街も美しいしね、人の心も美しい。ほんとに、おお、かっこいいやん。なんだあれ、フェアウェイ DJ とか、違うな。スカイラン GTR ってやつこれ、わかんない。本当にさ、こんな感じ。本当にさ、車全く興味ない。うん、全く興味ない。人それぞれじゃん。例えばね、釣り道具がさ大好きで、釣りなんか行かないんだけど、アンバサダーのね、5000C を買っちゃうとかさ、ね、逆波すんなりのペ。なんだっけ、なんとかフェニックのさ、なんとかってあんじゃんね、あれこれ買って奇跡だって買っちゃって釣りなんか行かない。そういう人いるんだよ。で、その一方でもうね、5万円の金額のそこ金額はね、石くんチャンネル、うん、日曜日の YouTube ライブ、12時ちょっと前、11時頃か始まったんだよね。で、3時間ぐらい。うん。で、劣化。こいつ釣りが好きなんだよね、こいつ釣り。で、劣化っていう竿を、劣化っていう竿にね、もう決めちゃって、前のリールとか、竿はね、ちょっともう、処分していこうかなっていうこと、いうのがおっしゃってた。うん。俺、レッカーなんだかわかんないかな。調べたんだ。ね。20万円。20万円。あんた、それ2本だよ。で、レッカー入りなんだ。同じ入りがね。うん。俺はさ、コメントするとさ、怒られちゃうじゃん。だからコメントしねえんだ。だけどね、石君さんがさ、コメントないと俺、話すこと何にもないからっておっしゃるからさ。一言と二言とね、ちょっとコメントを差し上げましたよね。うん、これが本庁の交差点まで戻ってきたわけですよ。ね、お母さんと小学生、ね、大切に育てられてんだよ。俺も大切に育てられたんだよ。でも学校がね、小学校がね、ここどこの国の学校かなみたいな感じだったからね。うん、全員がじゃね、全員がって言ってね、俺の3年と4年の担任ね。
で、この目玉が完成しちゃったわけよ、一瞬で。うん、あの蓄積してるじゃなくて、俺の場合何でも一瞬だからさ。うん、業務用スーパー、この底本町の交差点だよね。そんなに歩かなかったと思うよ。え、7時閉店だよ。大丈夫かね。雨も待ってくれてる。こんなに来たってな、間違ってたらごめんなさいね。ありがたい、うん。で、これもうちょっと来たね、三島大社、うん、セーバーじゃないんだよ、これ。あの横浜から来て驚くのはさ、これは東海バス、東海バス。三島来て驚くのはさ、三島市営バスってないんだよ。あるのかもしれないけど、俺こんな来たっけな、ね。あ、じゃあ帰りね、これ次の大通り右左行って、あの台場川なんだよ。台場川増加いか、おお、これいくらかね、これ聞いてますね。いくらかねっていうさ、ね、いくらかなというね。レンガのマンション自分をしまう箱を買うのが夢じゃ悲しい、君を街へ行くよ。でこれずっと行っちゃうと今度ね踏切が出んだよね、うん、これ本町のバス停なんだ。踏切が出んだよね、左から、あ、右から来て左、どっちでもいいんだけど直行するわけだ。三島中央セントラルポストオフィスかな。あ、それでさっきの女の子は、俺がさ、こうやって iPad を下向けてやってたからさ、検索してると思ったんだ。ありました、ありました、病院スーパー開いててよかった。じゃあ、100万年後にお会いしましょう。2024年10月28日月曜日午後5時49分、花の感じでした。じゃあまた後で。